続きましてこちらですね、ラジオネーム人生の舞子さんからいただきました。はい、迷ってるんだ。迷子なんだ。迷子なんだね。はい、1.5 キロ痩せられなかった下野さん、ゲストさん、こんにゃんぺローナー。こんにゃんぺローナー。実はこの間富士山に登ってきました。帰って体重を測ってみるとなんと 1.5 キロ減っていました。なので下野さんも登ってきたらいいんじゃないですか。宮野さんにビンタされる前に。それでは頑張ってください、応援しています。はい、とですね、こちらがれき大好きさんからいただきました。はい、お二人ともこんにゃんぺローナー。こんにゃんぺローナー。前に 1.5 キロのダイエットをすると約束してましたよね。まさかと思うんですが、未だにやってないんじゃないかと。それと下野さんのとあるツイッターで下野さんが片手にビールを掲げているのを見ました。下野さん、いい加減にお酒を控えてください。じゃないと頭がバカになるって父が言っていました。どうか体に気をつけて頑張ってください。ひろたんラブ。なんだろうな、すげえ、なんだろう、ありがとうございます。1.5 キロダイエットするなんて、大ブラ吹いちゃったんですか。大ブラ吹いちゃったな。で結局どうなんですか。うん、その辺は、なんというかこうグレーな、大変グレーな、形になっております。黒でしょ。ビール片手にあれしちゃったっていう。グレーです。あとでも酒はあれだぜ、本当に控えるようになったぜ。1週間飲まない日週とかもあるよ、ちゃんと。まあ主になかなかこう飲みに行く機会はね、なんかね、全然信用してねえな。やはり。いやだって下野さんと言ったらね、もうなんかこう、まあ、かビール片手にうわーみたいな。でもビールも最近本当に控えるようになったんだよ。あの健康診断行ってからちょっとリアルに。ね、でもやっぱりさすがにやっぱあの健康診断行って数値で出されて、お医者様から気をつけた方がいいよって言われるとリアルにへこむね。目に見えてやっぱ分かりますからね、健康診断行くと。そうなんだよな、ちょっとね、若くないしね。本当そうですよ。気をつけましょう。気をつけようね。はい、こちらが愛さんからいただきました。下野さん、ゲストさん、こんにゃんぺローナ。こんにゃんぺローナ。 先日学校の机の中に小さい紙が入っていました。中を確認してみると、好きです、結婚してくださいの文字が。差出人はクラスメートの子でした。私はどうすればいいかわからなくなったので、とりあえず見なかったことにしてしまいました。この場合どうすればよかったのでしょう。またお二人はこのようなことがあった時どう対処しますか。待ってくれよ、だって年齢お中学生、中学生だね。んどういうことだ、どういうことだ。いやでこ、要は待てでもなんか、待てどうしました、どうしました。好きです、付き合ってくださいじゃないんだ。好きです、結婚してください。早くね。早い。なんだろうな、ほらまだよ、こう小学校低学年とかさ、結婚というものに憧れを持っている世代ですよね。何言ってんだろうね。まさに俺も、私が重いんで、なんか私最近重くないですか。いや俺は別にそんなことは思ってねえけど。いやもうこの年代になってくると結婚って結構重たいものなんですよ。ワード的にはね、まだ中学生だから。中学生の時でもそんなに結婚したい結婚したいみたいなのってあった。いや、ないですね。なんだろう、漠然としたなんかこう、付き合えたらなんかこう付き合った人とやっぱこう結婚したいみたいな、そういう漠然としたのはあったけど、いざじゃあっていうのと一緒に入れたらいいなみたいなことなのかな、ね、ことはありますけど、結婚してくださいって、付き合ってくださいじゃないんだ ね。しかもそれを小さな紙に書いて。古風ね、なんか昭和みたいじゃないですか。最近の子ってなんかこう LINE であれする、あれらしいな。ねこの間テレビで見てさ、びっくり。でしかもその LINE で書くときにさ、友達が2人両側にいるわけ、でさ、これどうだと思うみたいなことずっと言ってて、文面やべ今送っちゃったっつって間違ったやつ送ったりとかしてっていうのがあって、でそれはその送った彼氏に、あの間違って送ってしまいましたみたいなことをあの書いたら、じゃあ今度はちゃんとしたの送ってきてねっていうのが書いてきて、もうその段階でも普通になんかつやねんじゃないかなと思ったんだけど。おばさんも早く結婚したいな。はい。
なるほどね。まあ結婚したいな。どうしたらいいですかね。そうだね。もしよろしいと思ってるんだったらね。本人と直接お話をするのが一番じゃないですか。何関してもね、とりあえず電話とかね、手紙とかメールとかましてや LINE とかではなく、本人として話をしないと。そうですね。面と向かってがいいですよね。本格的に結婚っていう話になった場合には、まだちょっとね、年齢的には厳しいところがあるので、厳しい。両方、双方のね、ご両親を呼んでいただいて、そこからお話ししていただくという方向性が、多分正しいんだと思います。そうですね。ただ、やっぱね、ちゃんと年齢というものがございますんでね、皆さん、お酒は二十歳になってから。そうですね。ね、それも年齢ですから。そうですね。下野さんはそろそろ控えていただいてね。控えてるだからちゃんと控えてるっつってんだろ。なんだよ。すねはじめんどくせえ。先輩めんどくせえな。そうだぜ、俺はめんどくさいけどいい。さあ、ということで定期連絡では皆様からのメールを募集中です。ホームページのメールフォームからどしどしお送りください。以上、定期連絡でした。